はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、おはようございます。今日もリトルウィッチのベタの続きからやっていきたいと思います。で、前回に引き続きボス戦でございます。この距離からさ、魔法当たるのよ。でもダメージは食らわないという悲しい事態ですね。いやー、ちゃんとやろう、ちゃんと戦いましょう。前回はね、様子見というかね、まあ、言うも恥ずかしい状態でございましたんでね。オッケー。逃げる方向間違えたね。オッケー。はい、当たるのはここしかないけど、こういうことよ。3発4発4発。ね、はい、ちょっとやっぱり体しかダメージ受けないな。チャージして、ぴったりでやるとね、やっぱダメなんですよ。ぴったりじゃダメなんですよ。回復。魔力。はい、ちょっと殴ると、はい、魔力回復ね。はい。で、ちょっと回復させてもらいます。ダメだな。いや、タイミング合わねえな。タイミング合わないですね。ちょっと合わせていきましょう、タイミング。ふう、逃げられない。早く。もう一回。はい。よいしょ。ちょっと待って。ちょっと待って。ひどいわ。その器もらうね。これどうやって回避するんだろう。さあ次だ。ああ、ローリング。いやー、つえーな。よろしくお願いします。よける、よし。ためましょう。はい、これがーってきて、よいしょ。もろ食らっちゃった。もろ食らうのはよくないぞ。遅いな。ジャンプで避けるのは遅いぞ。遅いね。実に遅いね。まあ、横に多分避けないとダメなんですよね。振り下ろしは。
と殴れるかな。一発で、一発でよ。ため始め。どうするどうする。こっち来るから。よいしょ。よし。はいはいはい。効くね。おーい、よいしょ。はい、ふう、避けつつ、よいしょ、痛めます。いやー、しんどい、しんどいですね。よしよし、オッケー。はい、よいしょ。で、よいしょ、よいしょ、よいしょ。魔力を回復しつつやな。攻められるか。よいしょ。よいしょ。止めていけるかな。このゲージならいけんじゃないかな。よいしょ。よいしょ。はいはいはい、いっちゃって。これはなかなか、これはなかなか際どいぞ。いけるか。いったんじゃない、いったんじゃない、これはいったんじゃない。頼みますよ。よし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 、強かったです。強かったが私の敵ではなかったな。魔力の回復させてもらおうか。糧になってくれ、私の糧になってくれ、糧になってくれよ。頼むよ、魔力は欲しいんだよ私。頼むよ。おしまいかな。結局ここから出られなかったわ。ほう、ごめんなさい。私の体をあなたに渡すわけにはいかないの。そう、玉座に行かなきゃいけないですからね。残念ね。いつか外へ出て、このリボンが草原の風にたなびくところを見たかった。もうその日は来ないのね。受け取って。ねえ、あなた、私の代わりにこのリボンを風の吹く草原へ連れて行ってくれる？頑張れよ。装備するんですか？リボン装備します、もしかして。普通にカバンにしまったね。約束するよ、このリボンを大切にするね。そしていつか外へ、風が吹く草原へ連れて行くわ。リボンなんて余計だ。玉座へ向かうのにそんなものは必要ない。なんか冷たいな、黒猫ちゃん。いいの。こ
これが私の意思だと言わんばかりじゃな。だってこれは私の意思、私がそうしたいの。あ、いや、言うと思いましたよ。それね、言うと思いましたやっぱり。ありがとう。おお、経験値、経験値ありがとうございます。あ、話す、行こう。行こう、行きますけど、ちょっと待って。枯れ落ちた少女のクラフトソウルを手に入れた。枯れ落ちた少女、枯れてんのか彼女。枯れとると、枯れとると。おお、この人形ってさ、どういうことなん結局。よく分かんなかったんだけど、結局この人形って何なの、壊れたの、何が壊れ、壊れたっていう定義は彼女にとって何だったんだろう、分からんな。とりあえずちょっと調査アイテム見ましょうか。元素魔法、あーあーああ、未知の能力、空中ジャンプ、ああ、これね、はいはいはい、吸収効率アップ。まあ、とりあえずアイスが結構有能なんよな。よし、まあ、とりあえずいいや。調査、あ、結構来てる来てる。見ていきましょうか。教会軍のシールド。教会の紋章が大きく描かれた盾。異端とされた勇者や騎士などの、反対勢力を、一掃し、王国が築かれるまで様々な戦で使われていた。うん。いやいや、まだ一個しか見てないんだよな。頭蓋骨用の丸の子、これ、切りづらそう。実験体を切り刻み、人形にするための工具。教会の研究員たちは、魂というものが心臓にあるのか、それとも脳にあるのか、長年にわたり論争を続けてきたが、もうすでに結論に至った。切り開いたのか。実験体の足かせ。実験体の行動を制限するための足かせ。実験体とされたものは、皆すぐに人間ではなくなる。へぇ。破れたメイド服。一見貴族に使える侍女が着る普通のメイド服のように見えるけれど、主を狙う刺客を迎え撃つときなど、いざというときに体を動かしやすいよう特殊な作りをしている。クラフトソウル人形の残骸。なんて読むの、ちょっと教えてください。読み方教えてください。ソウルドールの残骸。ソウルドールか。ソウルドールのかけら。人形がどのように作られていたかはわからないけれど、教会は戦闘用人形を大量に作っていた。勇者は人形部隊を率いてあちこちの戦へ赴き、異教徒を改心させていた。ということらしいです。ということらしいですね。で、ここか。枯れ落ちた少女の、あ、ここじゃボスか。97、98、99、100。となると、1、2、3、4、5、あと5体ボスがいるってことでいいのかな。家族を失った少女はまだ残酷な運命から逃れられない。人形開発が思うように進まなくなったとき、教会は、魔女の体が、ソウル、クラフトソウルの器としてとても相性がいいということを発見したらしいです。じゃあ行こう。どこどこ、出口、ここだね。あ、マグマ遺跡広間移動しますか。もちろん。なんだマグマ遺跡って。今体力グーンって減ってるわ。体力グーンって減ってる。アイテム、アイテム、何もなし。じゃあ先行きましょうか。ここがマグマ遺跡、あの有名なマグマ遺跡の広間だというのか。あの子のソウルエッセンス、温かい感じがする。ソウルエッセンス。そう読ませるんだ。覚えられるかな最後までに。他のソウルエッセンスにはない感覚。余計なことを。
余計なことなのかい？もう一度言うが、玉座へ向かうのにそのリボンは必要ない。ないない。どうした？え、どうしたのマジで。何これ、クマ。ああ、何何今の。向こうはどこへ繋がっているんだろう。玉座はこっちだ。え、もう玉座ついちゃう、うん、もしかして。ちょっとだけでいいから。わがままやな、行っちゃうんかい。おい、どこへ行く。待て、寄り道するんじゃない。完全に引っ張られてるやん、あのクマさんみたいなやつに。何？クマのぬいぐるみ入手しました。何これ、かわいい。獣皮で作られたぬいぐるみ、獣人から安く買った獣皮にちょっと加工して数倍の値段で獣人に売る。商売上手だね。はあ、これ降りてきちゃったな。ドファードファー、帰れなくなっとる。ドファードファー、そうっすか、もう行くしかないんだ。あの、私が拾おうとしてもダメなんだ。劣化した生命結晶もういらねえ、こんな。私はいらん、ちゃんとしたやつしかいらない。ちょっとレベル上げます。やっぱりいる。結局ショップのやつ限界あったわ。いくらでも買えるのかと勝手に思ってた。違ったね。とりあえずこれ行くしかないっていうことやな。先にここショートカットになるみたいだね。とにあると、とりあえず先に進みながら考えましょうか。反対側もあれば赤ヌーモンだから、よいしょ、下を降りられんの。あー、なるほど、地獄に続いてるわ。下は地獄に続いてますね。よし、じゃあ先に進みましょうか。先とはこちらで合ってる。オッケー、大丈夫そう。はい、でどういう敵が出てくるかだよね。とりあえずアーケインにしとこう。え、なんで使ってるん。まあいいか、あれ敵だな。おおおおおおお、しすぎじゃね。9999、この段階で敵が柔らかすぎた、もしかして。うわ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 、何なんだよあのショットガン。ショットガンはよ、やばいやばいやばい。ふざけない、この、え、ちょっとこのスペースでそれはまずくないか。ちょっと待って、氷の魔法栄章で、でなるべく削る。よしよし、やばいやばいやばい、数が多すぎるんじゃん。で、あの
私の命を狩る形をしている人がいるから。ふう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 、よし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 、あれどこ行った、あの、よし、いいですねいいですね、よしよし。あれあの人どこ行った、あのメイドのお姉さん、旅商人の帳簿、はい、見させていただこう。旅商人の帳簿、これを見ると人間と獣人との取引がだんだん増えていっていることがわかる。取引した集落のいくつかの名前に線が引かれて、搾取完了、すでに価値なしって書かれてるよ。あーあー、そういう感じのね、あれね。あれ、これダメだ、いけないやつだ、いけないやつだ。高さが足りない、高さが足りないとなると、これ高さがレベルが上がる何かがありそうだね。さてさて、こいつは敵じゃないか、敵でした、しっかり敵でした。さて、あー針取れねえな。どっかにいたな今。どっかに悪いことしてるやついたな。マジでさ、おかしいって。君らおかしいって、そんなさ、殺意が高すぎるんじゃよ、殺意が高すぎる、いくらなんでも。レベルが足りないと言っても言いたいのかな、この人たちはさ。多分そういうことなんだろうな。その実力ではまだここに来るに値しないと。よし、溜めといてよかった、溜めといてよかった。うん、威力もそこそこ上げてきてるから大丈夫、いけるんで。体力も回復させていただきます。魔力も回復と。マジでさ、君ら殺意高すぎるんよな。この距離でも当たるのはこの魔法の強み。いや、アーケインちょっと使えないぞ、もう戻れないよアーケインに。このアイスの魔法が強すぎて。体力回復もソウルも回収できると。はいはいはい、うん、はい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 、よいしょ、オッケー。あれ反対側にもいたよね、いなかったっけ、いねえわ。はい、いろいろ回復させて、回復回復、よしよし、よーく来てくれた、よーく来てくれたね。あ、おーっと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 、やられたぜ、やられたぜ。まさか下に落ちるとは。ちゃんと足元見ないとダメだね。これどっちが正解だ、こっち行ってみよう。宝箱、あれこれは、まあいただきますけどね。なんだ、中華、アイテムがいっぱいです。
捨てちゃえばいいか。捨てちゃって中級。よしよしよし。となるとこちらで一回来たの正解だね。こっち来てからの反対側っていうのが一番いい流れ。ちょ、呪いゲージ、うん、こっちだな。どこだこれ。どこだどこだ、ここ全然わかんねえぞ。まっすぐは多分行けぬ。こっちは行けそう。反対側、これは真ん中死ぬね。真ん中は死んでしまうね。なんで述べてこっち来たんや。本当に玉座向かえよ、ストレートにさ。あー、これいっちゃん最初のとこじゃん。あれ、あっそう、そういう感じか。なるほどね。じゃあ落ちたとこまで戻ろう。かけます、戻ります。さて、さっきの落下ポイント来たわ。おお、危ねえ、また落下するとこだった。分かりづら。よいしょ、 OK。貯めとくか。鉄く標柱貯めます。お、貯めます、貯めます。よし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 。いやー、非常に悪くないね。悪くないということはどういうことが分かりますか。いいということですねうん、とても良いですよ。あ、いいですよ。はいはいはい。うーん、なるほど。あー、ちょっと、生きてる生きてる生きてるけど、生きてるけど、いや、これ下降りてきてくれないかな。下降りてきてくれませんかね、あの人たち。どこが正解だっけこれどこだっけ、向かう場所は。こっちだ、あの上か。いや、また戻るの大変だな、大変だな、大変だな。さあ、私は帰ってきたぞ。まずはあそこにいる奴らを消す。よし、で、こいつをぶち壊すだけだ。終わりだよ。よいしょ。さて、これでどこか行けるようになるんですよ。足場出るパターンだな。なるほどね。そういうパターンもまああるでしょうな。確かにね。確かにあるでしょう。これさ、大丈夫かな。さっき落ちて死んでないことは確認してるけど、行っちゃった方がやっぱ楽だよね。飛ぶ？うん、飛ぶ？飛ぶ、飛ぶよね。そりゃ聞かれたら飛ぶよね。よしよし、空中で対空してからのやつは強いと。で、また上下パターン？これ壊れる壁だ。おお、これはさ、多分アイテムあるだけでしょ多分。待って待って待って、またいたよ、またいたよ、やべえやつ。鉄く標柱、うんうん、いやだね、君みたいなのがいるとは思わなかったよ。アイテムあったりしたいんで、したいよね。よし、これ正規ルートじゃないでしょさすがに。おお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 おゆっくりしてる場合じゃないぞ。よしよし。
アイテム使って、いやいや、やめてよもう本当に、ああいうのドッキリじゃん。あ、お前いったんか。もうもうもうさ、アーケーにしよう。で、湧いてくるんだろ、湧いてくるって、ここにいるんだよね、いたよね、そう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 、うおうおうおう、わわ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 わ、よいしょよいしょ、よいしょ、おお、ほいほいほい、やめてーもう折れた石斧の、はい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 、何ですか折れた石斧って、獣人が使う石の斧、刀剣と戦った跡がある、力量差を見誤った獣人が人間に戦いを挑んだのかなと。獣人なんかすげえ下に見られてない、なんかすげえ下に見られてるよね、どういうことなんだろう、どういう世界観としてどういう感じなんだろうどういう感じなんだろう、どういう感じなんやろうね。でさて、ここに行ったから、この先に私が求める何かがあるんじゃないか、アイテム的な、アイテム的なね、だよね、さすがにアイテムだよね、知ってたよ。え、ウィンドウ拾う、あ、レベル 2? え、あ、あれ空中でこれ避けられるようになってる、空中回避、あ、やっぱそうだ、なるほど、いいやん、よっしゃ帰ろう、帰って正規ルート歩むよ、僕は正規ルート歩む、このまま戻って、うん、なんかいや普通に迷子になってた今、ここだ、すでに戻ってきた、でここ上に行くと OKOK、 上って何があるかというと、何があるでしょう、いや、ジャンプのさ、空中ジャンプの回数が1回増えるとかそういうことかと思ったんだけど全然違うんよな、はい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 、さて、でその辺寝てる君たちはさ、起きる予定ないよね、起き、ああ起きる予定あるやつはいる、起きる予定あるよこいつら、しっかり起きる予定あったわ、こっちも行けちゃうんだ普通に、いや道わからん、ここ行けんじゃない、あ、これ壊せない、壊せるかと思ったんだけど、なんかほら松明部についてるしさ、いかにもな雰囲気じゃん、これ拾っちゃっていいのかな、なんかやだな、先にさほらこれレバーあるしさ、レバーなんか、だってこれこれさ穴じゃねえの絶対、ほら絶対これ落とし穴だよ、これ下、これは何だろう、ケージケージケージですって、ニコラスケージ、勝ち気を入れるための檻だけど子供くらいの大きさだったら入れちゃいそう、んー、はいはいはい、調べる、上がっちゃうん、こう、あー、これでスタート地点か、オッ
ケーオッケー。じゃあとりあえず今日はこの辺で探索終わりにしましょう。次回は戻ってですね、落とし穴に引っかからないようにね、先に進んでいきたいと思います。ここまで語る私コインでお送りいたしました。次回もよろしければご視聴のほどよろしくお願いいたします。それではまた次回まで、さよなら、バイバーイ。